んにちは。お父さんのための野球教室の永田です。今回はですね、元 NPB の、山崎さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、質問が多いことがあるんですけど、まあそれでこう直接山崎さんにお答えいただこうかなと思うんですけど、審判になりたいんですと。プロの審判になりたいんですけどっていうね、中学生とか高校生とか、質問いただくんですけど、どうやったらなれますかっていう。あ、なるほどね。はい、今ね、なる方法、ズバリ一つしかありません。1個しかないです。NPB アンパイアスクールのね、アンパイアスクールですね、受講し、そこで優秀な成績を収める、もうこの方法しかありません。なるほど。まあ、ちなみにね、私入った頃はね、1982年ですけども、なる方法は3つあったんですよ。あ、3つもあったんですね。1つは、プロ野球の退団者、ちょっと言葉が悪いけどね、クビになった人、引退されて、球団からの推薦もらってなる。あ、なるほど。まあ、こういう人一番多かったですね。まあ、実際プロ野球創成期っていうのは、プロ野球審判っていうのは全部元選手だったんですよ。あ、プロ野球選手ですね。で、僕が入った頃も3分の2以上は元プロ野球選手だったですね。で、もう一つの方法はアマチュア審判でね、腕磨くんですよ。で、例えば東京六大学だとか、甲子園だとか、都市対抗だとか、ああいったところでね、大和の審判上手だねと言われて、その連盟から推薦もらって入ると。まあ、こういう人も多かったですね。アマチュアからプロへっていうところですね。で、最後は公募だけど、これめったにないんですよ。で、公募なんていうとね、それこそね、100人も200人も来るんですよね、スポーツ審判にね。例えばパ・リーグ審判若干メサイルなんていうと、で、まあ、テストをすると、たった1日 で、そうすると、まあ、効率も悪いし、冷やかし受験なんかも多いし、そしてまた大原則があるでしょう。プロ野球審判っていうのは、60人もいないでしょう。そうですよね。辞める人がいなかったらね、採用もないんですよ。まあ、誰かが退、まあ、辞められて、じゃあ今年1人取ろうか、補充するという。例えばそうすると一度5人ぐらい辞めちゃう世代もあるんですよ。あ、まあその時によっては、一応定年55歳ですからね。そうするとやっぱりね、いびつなピラミッドになってしまうんですね、メンバー構成なんかもね。そうですね、ごぼっと抜ける世代があったりとか。だからやっぱり定期採用もしなきゃいかん、で、採用基準もはっきりさせなきゃいかん。そしてまたそういう時に縁故なんかも割に優先されがちだったんですよ。そうなるとね、昔はまあ採用がうんと少ないから。でもこれじゃね、実は全国にね、すごいセンスを持った逸材がいるんじゃないかと、そういう人たちを見逃すんじゃないかということで、もう完全門戸開放しようと、で、全ての若者に平等に銃を与えようと、受験するね、ということで2013年、NPB アンパイアスクールというのが発足されたんです。まあ、13年なんです。もう、ですから言ったら最近っちゃ最近ですよね。だからもう8年経ちますけどね。で、まあ、今年の12月にね、第8回、去年は残念ながらね、新型コロナの影響でね、開催中止になったんですけども、開催することになりました、今年は。ただちょっと今年はね、規模は縮小されて、例年ですとね、6泊7日1週間、6泊7日ですね、1週間かけるんですけども、今年はね、3泊4日らしいですね。もう半分になる。12月11日から14日までか、はい、で、定員もですね、まあ、大体ね、毎年60人から65人ぐらいだったんですよ。で、応募もね、130人から170人ぐらいあるんですけどね。あ、そこから絞って実際参加できるのが60数人って。そうなんですね。まあ、やっぱりね、みんな受け入れたいんだけども、施設の面もありますし、インストラクターをね、教えられる範囲もありますし、まあ、そういう意味でね、きめの細かい指導をするためにはある程度絞り込まなきゃいけないんですよね。まあ、それでやっぱりまず書類選考、まあ、今年の締め切りは8月31日ですけども、NPB のホームページ見てください、そうするとエントリー用紙が出てきますから。これ何歳から受けますか？高卒以上見込み、まあ、もちろんね、15歳から目指してもいいんですけども、やっぱりさすがにプロの試合をね、15歳16歳はもうさばけませんから。まあそうですね、普通に考えると18歳というね、基準を設けてます、高卒見込み以上ということで、上はありません。上限ありません。あ、上限はないんですね。はい、そして男女もありません。まあ、女性の方でも身長、体重、そのあれもありません。はい、だからもう完全門戸開放、誰にでも
エントリーとできるんです。受けることはできるとはいえ本気でね、はい、プロ野球審判目指すんだったらやっぱり20代前半の方がいいでしょうね。少なくとも志してからね、1軍に上がるまで10年かかる世界なんですよ。長そうですね、はい、10年かかるんですよ。そうなんです。はい、ですからね、まずはね、その今年の場合だったら36人、はい、集めます。これでびっしりのね缶詰、ロッテ浦和球場で、宿舎はね浦和なんですけども、はい、ホテルに缶詰でね、朝は、大体8時半からスタートしますね、はい、ロッテ浦和球場にねアップ開始して、で9時から4時までずっと30分の昼飯休憩以外はずっとグラウンド立ちっぱなし。すごいですね。ハードですよ。ほんとハードです。でもうそこから基本的なねアウトセーフから始まって、はい、ボールストライク、はい、大体ブルペンとメイン球場とサブグラウンドと3班に分けてね、 ABC3 班に分けて、NPB の、ね、若手インストラクターが大体10人ぐらいから15人ぐらいかな、つきっきりで面倒見ます。そしてもう毎日ね、それが終われば夜はね座学あるんですね、はい、で毎日、それは6時半から9時半まで、うん、で毎日違う講師も来てね、現役アンパイアがね講話をしたり、はい、あとルールのね勉強会もして、うん、最後にはルールテストも毎晩やるんです、ね、毎晩ですか。毎晩やるんです。そして最後の日にキャンプゲームっていうのがあるんですよ、はいはい、これはもう実践に即したね2人1組でね、はい、まあ、二人制を審判をね教材にするんですけども、この時にですね、もう与えられたチャンスはね12分間これしかないんです、はい、そしてこの12分の間にはもうあらゆるね難しいプレーぶち込むんですよ、ね、ボールストライクの判定から走塁妨害、守備妨害だ、はい、インフィールドフライだ、打撃妨害だ、タイムプレーだ、いろんなことをね詰め込みます。そしてその中で彼がどれだけ対応できるか、いかに堂々と振る舞えるか、とはいえね、ここはね即戦力のね審判を求める場じゃないんですよ、はいはい、もう来年からすぐ1軍で使う審判を求めるんじゃないです。適性を見る、うん、ですね、できるかどうか、できるかどうか、可能性がある。基本的にはまずね、まあ何といっても気持ちですよ、はい、この仕事に対してどれだけ前向きに向かっていけるか、明るさとかね、それから人との協調性とか、あとやっぱりプロ野球さばくんだから最低限の運動能力と見る力ですね、はい、これさえあればね、いいんです。それでまあ、でも最終的にね、そこで研修審判として合格するのが4人ぐらいですね。4人ぐらい。そう、6、まあ例年60人ぐらいだとして、うん、そこから4人から、多いとしても6人ぐらいだったですかね。まあ1割ぐらい、はい、1割弱ですね。そうですね、はい、でまず研修審判になるとですね、まだね、はっきり言ってプロの審判じゃないんです、うん、あの四国アイランドリーグか、BC リーグ、この独立リーグに派遣するんですよ。あ、まあその有望な6人か4人か6人ぐらいの方が独立リーグで、まあ、腕を磨くっていう。そうですね、はい、それで1年なり2年間で腕を磨く、この実践の場でね、うん、ゲーム数をこなしてもらうと、やっぱり年間に100試合そこらやるでしょう、はい、それをもちろん指導員もね、見に行きますけどもね、そして秋のフェニックスリーグにね、はい、呼ぶんです。それで今度実際 NPB の若手審判とその場で実践の場で競わせる、はい、で与えられたチャンスっていうのは3週間18試合、はい、18試合球審が6回、この中でね、じゃあこの1年間お前どれだけやってきたんだよ、見せる。なるほど。でなんとかこいついいんじゃないか、いけるんじゃないかとなった時に、ようやく育成審判として、はい、NPB のね、はい、試合に出れるようになるんですよ。ただこれもね、育成という言葉が示す通り、はい、2軍のゲームしか出れません。あ、なるほど。まだ1軍の試合には出れないんですよ。育成選手みたいなもんですね。そういうことですね、はい、でここでまたやっぱり2年なり3年なり、うん、今度また今度2軍戦で腕を磨く、実戦の場で揉まれる、そしてなんとかこいつはやれるんじゃないか、はい、でようやく本契約ですね。あ、そこで契約なんですか。やっと本当の NPB 審判としての契約ですね。ああ、なるほど、ね、でもまだそこはあくまでも一軍へのエントリー資格ができたというだけであって、すぐ出るわけじゃありませんから。まあまあそうですね。そこからまたさらに数年間の修行を積むと、だからまあ試合数にしてね、おそらくね500から800試合ぐらいかな、はい、はい、球審にしてもね200回ぐらいは経験必要でしょうね。それぐらいやってやっと一軍に上がれるんですよ。ですから、
今じゃあ決断したと、はい、もしプロの審判になろうと思って、はい、じゃあ東京ドームや甲子園のあの舞台に立てるまでは10年かかると思ってください。なるほど、はい、まあ、1軍の試合で、はい、あの審判になろうと、まあ、そこで、審判をしようと思うと、まあ、始めてから10年ですね、志してからね。あ、ただし挑戦しなければ何も始まりませんから。そうですね、最初からダメだなんて思ったらね、はい、ただ倍率にすればおそらくね50倍ぐらいになるのかな。残念ながら研修審判、育成審判になっても途中で切られることもあります。なるほど、はい、最終的に定年まで生きる人は半分ぐらいしかいない世界ですからね、相当厳しいです。55歳まで、まあ、採用されるのが半分。そうですね、やっぱり、まあ、技術的なこととか、はい、あと、まあ、病気、怪我で断念せざるを得なかった、はいはい、あるいはもう自分の気持ちが折れてしまってね、自ら辞める、はい、まあ、そういう人もいますしね、相当厳しい。でもね、見返りは大きいですよ、うん、もう何よりもやっぱりあの舞台に立ってね、自分の右腕で裁くというね、もう野球人としての喜びがありますし、うんうん、まあ、収入面にしても、まあ、一軍でね、裁けるようになれば、はい、一応1000万以上は役職してもらえると思います、はい、まあ、やりがいは間違いなくあります、ね、ぜひ挑戦してみてください。そうですね、今そのプロ野球選手になりたいっていう子どもたちがいっぱいいると思うんですけど、まあ本当にプロの審判になりたいっていう子どもたちも、うん、まあ、この YouTube 見てくれた子どもたちでそういう質問あの受けることもあるんで、うん、まあ、選手じゃなくて審判を目指したいっていう子も、はい、まあ、結構あの数多いと思うんで。そうですね、はい、まあ、そういう子どもたちはもうぜひそのアンパイアスクールをまずは目指すと。そうですね、いうところですよね。それでその一次審査のね、ああエントリーシートもやっぱり自分の気持ちをぶつけてください。なるほど、一応優先されるのは本気でプロを目指す若者です、はい、で、まあ、ただし中年枠、女性枠を設けてるんですよ。やっぱり本当の若者ばかりだったらギスギスしてしまうし、はい、この二人制をね広くアマチュア野球界にも伝えたいんで、そういった意味で指導者クラスのね中年の方も受け入れてます、はい、あと女性にもね審判やってもらいたいんですよ、はい、ですから女性枠も設けてるんでね、まあ、パーセンテージにすればね 10% ぐらいですけども、うん、そういう人たちもその受講生のね枠に入っていますんで、だから老若男女問わず誰でも、うん、はい、受講できますんで、まあ、そういう意図もあるということですね。そういうことですね、はい、本当にプロの試合をさばくまで、まあ、2軍であっても、まあ、入ってから5年ぐらいはかかって、そこからまた2軍でやって5年ぐらいやってやっと1軍という、はい、まあ、あのかなり長い期間かかることなんでしょうけれども、これ最初の一歩を踏み出さないと始まらない、何も始まらないですっていうところですよね、はい、であとね、質問あのよく受けることで言うと、まあ、中学生 の子どもたちが、まあ、審判、プロの審判になりたいっていう時に、じゃあ高校で野球部に入って野球をしておいた方がいいのか、うんうんうん、まあ、野球部には入っても もっとこうあの審判の練習をしておいた方がいいのかっていうのもよく聞かれるんですけど、うん、もう山崎さん的にはどうですかね。ね、今ね現役審判全員ね元高校球児です。なるほど、やっぱりね野球は経験持ってた方がいいですね。その方がより深くね野球を知ることになるし、うん、でまずこの仕事の第一歩はね野球が好きだっていうことなんですよ。まあまあそうですよね。で好きになるためにはやっぱりまずはプレイヤーとしてね、はい、やってみてください。この経験は間違いなくね審判やるので行きますから。ですから高校生段階でしたらまだ審判だけを目指すんじゃなくてね、はい、審判は頭を置いといて、はい、プレイヤーとしてねチャレンジしてみてください。そこから勉強しても全然遅くありません。なるほど、はい、まあ、そういうことですよね。こうプレーをしていろんなプレーの中で、まあ、審判目線も持ちながらプレーしてもらうと、はい、まあ、よりいいかなっていうところですよね。そうですね。でね、ここの野球部入るとやっぱりあの紅白戦であるとか練習試合であるとか、まあ、生徒がそのまま、うん、あの審判塁審についたりもすることもあるので、はい、まあ、その機会をどんどん自分から進んでやるっていう。そうですね。審判をするとね、例えばルールも勉強するようになるでしょ、はい、こういうのはね間違いなく自分の野球の上達のためにもね、そうですね、役に立ちますから、まあ、ぜひそういう
ことで、まあ、中学生今あの見ていたらですね、あの高校は野球部に入って、まあ、自らプレイヤーとして、野球を楽しんでもらって、はい、勉強してもらって、機会があればもう審判もどんどんしていくというところで、はい、それがいいと思います。そうですね、はい、で卒業したらアンパイアスクールに申し込むと。はい、そうですね、はい、はい、まあ、こういうあの基準で、目指していただければなと思います、はい、まあ、ぜひ挑戦してください。よろしくお願いします。はい、今日はあのアンパイアスクールについて、松崎さんにお聞きしました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。では本日はこれにて、ゲームセット。